鹿の湯は、北海道下東郡鹿尾市長北売幕の湯山別、川下半に湧く温泉。菅野温泉及び周辺に点在する野湯と共に差別境温泉の名称で国民保養温泉地に指定されている。効能はその効果を万人に保障するものではない。夫婦の湯周囲を大雪山系の大自然に囲まれた素晴らしい環境に、ある。 今なお陶治場の雰囲気を残す菅野温泉から、ほど近い差別橋にあり、源流を差別山に求める遊山別川の清流沿いに湧き出す、いわゆる秘湯である。手前に差別橋や栄城があり、そのすぐ奥にある。岩の割れ目から、しずしずと流れ出した厚めの湯は、深めの湯船に注がれる地知温と化す。湯は濁りを伴う緑がかった色をしており、黄緑色の湯の花が、 多くやや塩辛い。混浴である。差別協野営場が管理しており、定期的に清掃がされるため、野湯としては概ね清潔である。野営場が閉鎖している10月から6月までは、利用不可。鹿の湯とは別にすぐ上流側に小さな岩をくり抜いた、だけの露天風呂が2つあり、夫婦の湯と名付けられている。 鹿の湯から2キロメートル上流の砂防ダムにかけて、夕焼別川沿いには、大小様々なの湯が存在し、シリコトルの湯、テムジンの湯、ピラーの湯、ペニチカの湯などと名付けられている。所在地、北海道加東郡鹿尾町を売幕帯広から、車で約1時間30分。国道274号経由で、 鹿尾町に入り、北売幕を、左方向の道道線八8 8号でしかり別、川沿いを北上、観音温泉の手前を左へ3分。ありがとうございます。